にやっぱシャウエンは次元が違う。はい、皆さんこんにちは、Kです。今アフリカ大陸のモロッコに来ております。前回の動画は、フェズにおったと思うんやけど、フェズから、バスで5時間かけてここシェフシャウエンに、念願のシャウエンにやってきました。やばい、全部が青い。ご存知の方も多いと思うんですが、本当に今観光客が全然ここおらんくって、本当静かな、人もあんまり少ない、このシェフシャウエンを持ちぶらかつ面白いフードとか今のシェフシャウエンのリアルをお届けしたいと思います。はい、グッドモーニング。おっちゃんも青かった、すごいわ。あー、おじちゃん。From Japan。 From Japan、yeah. oh, ようこそ。ありがとう。マルハバ。モハメドさんにお会いしました。なんかアーティストらしくて、モハメドさんが描いた絵がすごい。 So beautiful。 すごくない？You're drawing all the picture. Yesterday was a couple of girls from Japan, from Okinawa. Really? Two from Okinawa and two from Shiba. But they don't. 昨日沖縄の人2人と千葉県の人がここに来たらしいよ。日本人もちらほらおるけど、昔ほどじゃないな。まだ日本人と会ってないもん。Colors are natural, never off. これ布や。服で使うこの布に。オイルでモハメドさんがブレンドして塗ってるね。Also with oil. I was in Sahara 2 days ago. Yeah. Wow, amazing. Merzouka, yeah. Yeah. And Instagram, you know. Yeah. I wanna go there. Yeah, I take you. It's only 2 minutes. Really? Yeah. Japanese girl love this. Yes, yes. This is in house. やばい、早速シャウエンのマジックにかかった。この絵をトイレに飾りたいので買うことにしました。モハメドさん、もともとこれ1枚 Can I see? Yeah. Yeah. 見てこれ、yeah. Yeah. これが水に濡れても yes. Yes. 岩を掘ってなんか採取した原料、染料で、このペイントをしとるらしいんやけど、もともと5000円やったのが2200円300円ぐらいになって、しかもちょっと帰ろうとしたらこのミニチュアもなんか1個くれるらしい。ラッキー。ザ・インスタグラムスポットに連れてってもらうことになりました。モロッコ、こういうさ、優しい、なんていうの、親切な出会いがすごく多くて、もうすごいなんかほっこりする。ここシャウエンは猫がめちゃくちゃ多くて、モハメドさん曰く2、3000匹の猫が住み着いとるらしい。おう。すごい急坂が多いんやな、シャウエンって。なぜここシャウエンがこんなに青いかというと、この青っていうのが神聖な色として町をこういう青く塗ったという説と、あと虫除け、青っていうのが虫除け対策にもなるらしくて、でここ夏はすごく暑いから、この気持ちだけでも涼しくなろうということで青に塗ったという説があるんやって。かつてスペインに住んでたイスラム教徒がこのシャウエンに住み着いたから、スペインのアンダルシア地方の名残があって、レンガが結構茶色いんよな。見てほら、こういうのはちょっとスペインの文化も入っとるって言われとる。うわー、すごくない？これ全部青い。オールブルー。もう今やもう観光地になったんやけど、昔は本当に400年もの間イスラム教徒以外の人が立ち入り禁止やったぐらい、なんかすごい深い歴史があって、ただ青いだけじゃないっていう。はあ、すごい、どこ見ても美しくてインスタ映えする。はあ、わあ。Is this somebody's house? Yes, this is the man who. Ah, なるほどね。オレンジジュース屋さんね。He blew. I love Moroccan orange. Yes, so sweet. Moroccan. Ah, かわいい。インスタグラム撮ってる。真っ青。何ここ。塗るのも大変やったやろうな。もう全部このさ、電気のメーターとかもう全部が青く塗られとる。パ
パイプまで。着いた。本当に連れてきてくれた、ちゃんと。ここがあのよくパンフレットとかネットで検索したら見るシェフシャウエンの、インスタグラムスポットです。このブルーとでこのアンダルシア地方から来たこのテラコッタカラーの茶色がブレンドされて、でこのポット花瓶かがめちゃくちゃいっぱいあって、そのなんかメリハリがすごくかわいい。なんてかわいいマグネットなん。タジンとかラクダとかパンとかあるやん。朝食べたこのカラー、オレンジとかブルーとか黄色は全部スパイスから作られとるらしい。黄色やったらターメリックやし、茶色やったらヘナ、植物のヘナから。モロッコの人とどんどん喋っていって、英語喋れたらジェスチャーとかでもいいから、少しでもこのモロッコのローカルな知識を得るのはすごくありがたいし、すごい経験。この後寄ったお土産屋さんでピアスを激安で買えたんやけど、トイレを貸してって言ったら、この人の家を案内されました。 Is this your house? This is a terrace. Oh, terrace. The house is downstairs. This is this small that. A Maroc toilet. Yeah, 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 I know that. We see you in the shop. かわいい。すごい。モロッコのトイレがこんな感じ。結構どこ行ってもこのスタイルが多い。ほんまに和式。じゃーん。トイレットペーパーここはないな。トイレットペーパーとか紙は、絶対持ち歩いとんやけど、だいたいペーパーがないところが多くて、でここ終わったらこの蛇口で水をバケツに溜めて、それをバッて入れて流すっていう、すごいアナログスタイル。こうやって日本から持ってきたキャンディーとかをこうあげるとすごい喜んでくれるから、何かなんか日本のものを持ってきた方がいいと思う。Thank you so much. You're welcome. Thank you. シクラン。Candy? たくさんの超かわいいピアスたちを、もともとは、元値は1000円って言われたんやけど、300円ぐらいにしてくれました。こういう工場もなんか結構時間かかるけど、こうやりとり面白かったりするので、これもなんか旅の醍醐味よな。ランチタイムしたいと思います。すごい景色じゃない、ここ。シャウエンの街並みが一望できる。オムレットトーンって何？キモ串、混合串、面白い。めっちゃグツグツ言っとる。こんな多いとは思ってなかった。しかもこれで127円。いただきます。熱々。めっちゃ豆、多分これもひよこ豆。すんごい豆豆しとる。で必ずモロッコのパンが大量についてくるの でこっちの人はもう一滴残さずこのパンをグイッてねぶりつけて食べるらしいよ。You scared cats? Come here! All the cats are coming to her. Come here! 隣のさお母さん、猫がすごい怖いらしくて、すごい怯えとる、かわいそうに。全員こっち来たらいいのに。すごい煮立っとる。いただきます。うわ、ほろほろ。なにこれ。おいしい。今まで食べてきたタジンとは全然違う、別物。モロッコの独特のスパイスとちょっと甘めでね、本当に難しい。すっごいコクがあって、玉ねぎがすんごい甘い。うん、うわ、これめちゃくちゃ好き。これで630円。パンもついてくるからめっちゃ安い、コスパやばい。うんうん、うん、うん。すごい雨が降ってきました。とりあえず食べ終わってミントティーで雨宿りしてます。
なんかシャウエン、今ウケらしい。すごい、シャウエンやっぱアーティストの街なんかな。油絵のお店がすごい多い。フェズとか行ってこういう店に入ったらものすごい喋られて、もう一人でゆっくり見る間もないんよな。 Thank you, シクラン。シャウエンは本当に静かで、あんまり客引きもなくて、なんかゆっくりゆっくりこの街を楽しめる。もうすでに大好き。シャウエンには、3日間滞在します。でシャウエン終わったらついに、モロッコ一番の繁華街のマラケシュに行きます。シャウエンの食器屋さんにやってきました。すごい、オールハンドメイド。トルコでも食器買ったんやけど、また全然違くて、なんか手彫り。半額で交渉成立いたしました。すごい、オールハンドメイド。もともとが2000円やったんやけど、1000円に値引きいたしました。ありがとう、おっちゃん。食器大好きなので、これで日本に帰って和食料理作りたいと思います。はい、うー、はい、猫ちゃんがめっちゃ懐いてくる。子猫もおる。本当に猫の街やな。はい、ちょっとフラッと入ったこのフェズで買ったやつと同じドレス発見して、最初1100円ぐらいって言ってて、なんと最終700円になりました。Thank you so much. Shukran. Saha. なんか大衆食堂みたいなところに入ってきました。でシャワルマっていうトルコで食べたケバブの別名、アラビア語で、シャワルマプレートと、なんかこれ見て、チキンの春巻きみたいなの頼みました。なんだこの量、めちゃくちゃ多い。いい感じやな、この大衆食堂的な。440円で、このチキンの春巻きみたいなやつが50円で、水も50円だったので、こんだけ頼んで約550円ぐらい。めちゃくちゃモロッコ物価が安い。いただきます。なんかめっちゃジャリって言った。うわ、おいしい。野菜がすごい。すごい炭火で焼いてるから、すごい香ばしい香りがして。これ胸肉なんやけど、やっぱ特製ダレで漬け込んであるから、すごい風味が、なんかのクリーミーソースがめちゃくちゃ合う。鶏なんやけど、もうすごい細かくてふわふわなんやな。非常に甘くて、なんかちょっとターメリックみたいな。めちゃくちゃ美味しい。なんかピザもあって、ホールピザで超本格的なピザが400円からとか。モロッコの物価もっと高いと思ってたから結構衝撃。しかも観光地のシャウエンでさえこの値段なので。なんだこれ。これはシェフシャウエンとタンジェで有名なアボカドドリンクのなんかパフェみたいな。これがザザっていう、こっちのアラビア語でクレイジーっていう意味らしいよ。ジューススタンドとかこういう、カフェでもザザが販売されてるぐらいすごい有名らしい。315円、めちゃくちゃ安い。うん、もう中にも、もうほぼぎゅうぎゅうにフルーツが敷き詰められとって、めちゃくちゃ吸いにくい。アボカドジュースもアボカドの青臭さが全然なくて、
牛乳と生クリームかな。すごい濃厚で甘すぎんと美味しい。すごい、ほぼ固形のフルーツが入りまくっとる。ここはめっちゃ綺麗で。元気ですか？ここはめっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗。And 大阪ラグビー。ガンバ大阪。And I really invite you to visit us to the blue, the beautiful city. Yeah. Very happy to have.To have you here as well with us. Thank you so much. Thank you. ありがとう。ありがとう。Perfect. すごいとこでちょっとミントティーを飲みたいと思います。歩き疲れたので。すごくないここ。滝と川のすぐ真横。これも日本じゃ考えられん。もう下さ。めっちゃ水がすごいよな。中国茶に、大量のミントモヒートぐらい入れてシュガー入れて結構何回もいただいてるんやけど、もう大好き。これいただきます。これで120円。熱い。わー、すごい。結構ここのは甘め、美味しい。なんか渋甘いみたいな。晴れたシャウエン。やっとさっきすごい雨降ってきて、なんかよりこの水の傘が増したというか、めちゃくちゃ綺麗な山の水から流れた滝の横でお茶タイム、すごい贅沢。ということで、シェフシャウエンで泊まる、リアドを紹介いたします。キュンキュン、やばい、もう全部可愛い。ここがロビー、全部一個一個タイル、やばい。ここ全てこだわっとるような細かく。女子はもうたまらんな。ここさ、吹き抜けがすごいよな。ほら、シャーベンの宿到着した。めっちゃ可愛くない？すごい広い。じゃあベッド、やばい。本当にやっぱシャウエンは次元が違う。昔の古い邸宅を観光客とか人が泊まれるように改装したものをリアドっていうんやけど、こういうもう家具一個一個がもう本当にこだわってて、それは家主さんの好みで結構いろんな種類で変わるらしい。気になる洗面、見て、2つある。一つ一つ細かい。本当にこれは女の子好きやわ。なんか噴水みたいなお風呂と、こっちにトイレ、ないことが多いドライヤーです。最高や。すごい、ここ Oh my god。 え、何ここ、すごすぎる。かわいい。わー、このリアドの頂上にやってきました。すごい、本当に青い、映画みたい。すごい、本当にシェフシャウエンがどれだけこの山のふもとにできたこの村っていうかエリアなのかが分かるぐらい、こんな山やったんや。昨日到着が夜やったから何も見えんかったんやけど、本当に青い。すごいこの景色で、気になるお値段ですが、私は一人旅の時は節約として、なるべく5000円以上は泊まらない。ほぼ私は泊まってるのは5000円以下。ここは朝食付きで1泊4700円でした。いつもアゴダかブッキングドットコムか Airbnb、 この3つの中で、安くて立地が良くて、で口コミ評価が良くて、なんか見比べながら探すんやけど、 URL 載しとくので、もっと見たい方、詳細見たい方はぜひ、概要欄見てみてください。見て、ここシャウエンにこんな山のふもとに滝が
流れとってすごいいい音する。でこういう感じで晴れた日にはお母さんたちが、家のカーペットとかあと洗濯物とかを昔ながらのこういう手洗いで、 で足で踏んで洗ったりとかで、なんかずっと青い場所ばかりやと思ってたから、こういう大自然滝なんかあるってことは知らんかった。で今、スパニッシュモスクという、やっぱりこう昔のイスラム教徒がスペインのアンダルシア地方から、逃げてきたこの場所っていうことがなんか明らかになるようなスパニッシュスペインのモスクがあるらしいので、そこに向かっております。軽いハイキングや、これ結構な坂が多くて、約10分15分ぐらいゆっくり歩いていきたいと思います。ちょっと息上がりすぎ、結構な階段と坂上がってきました。着いた。じゃーん。なんかモスクというより灯台みたいじゃない。すごい。ここは約100年前に建てられたモスクで、今はモスク内は立ち入り禁止で鍵がかかっとんやけど、昔はここまで来て礼拝とかをしとったやな。でこっからこの逆の方向を見るとすごい、マジでこれ青い。じゃーん、シャウエンが丸見えや。すごくない？Oh my God。 おばあちゃんよく上がってきたな。青い惑星に迷い込んだみたいに全て青いから、夕日スポットとしてすごく有名で、夕方はこんな感じ、めちゃくちゃ綺麗。でも夜は7時半ぐらいかな、サンセット。でそっからはかなり暗くなっちゃうので、女性一人とかだけじゃおすすめできひんとは言ってた。こんにちは、ありがとう。こんにちは、グレイ。100% オレンジジュース。アルゼンチンで感動的なオレンジジュースを飲んだんやけど、私正直モロッコの方が甘くてみずみずしい。いっぱいにつき4個も使うらしいよ。じゃーん。っていうか、なんとこれいくらって聞いたら、もういいよって、招待だからって言って、ありがとうお兄ちゃん、いただきます。おお、 So fresh, so sweet. This is present for you. Oh my god, this is a big gift. No, no, small gift, just candy. Yeah, a big gift, a big. But taste lemon. I will try. How's the taste? Wow, I like it. Really? So nice, yeah. Oh, I'm good to hear you. Japanese sweet. Yeah, yeah, Japanese candy. Nice. Thank you so much. Thank you.はい、ということで、青の街、青すぎる街、モロッコの北部、シェフシャウエンの動画は以上になります。いろんな角度でシャウエンを、お届けできたかなと思います。訪れた方もたくさんいると思うけど、また久々にシャウエンを訪れたら、またいろいろ変わってると思うので、ぜひぜひ旅の参考にしてください。最後まで見てくれてありがとう。ザバケットリストの新作と、あとポップアップの情報も概要欄なりインスタグラムで載せているので、気になる方はチェックお願いします。明日は朝一でフェズもう一回戻ります。なぜなら、シャウエンから、マラケシュ、モロッコ最大の街マラケシュまでが直通が出てなくって、一回フェズに戻って、またフェズから、ファーストクラスの電車を予約しているので、その動画もお楽しみに。ではバイバーイ。